戦争に勝ったオートボットを含むおもちゃたちはディセプティコンの逆襲に備え、正式に連合軍ネストを設立、ディセプティコンの残党狩りを行っていた。だがしかし、ディセプティコンは合体兵士の開発に成功、さらに復活を遂げたメガトロンによって再び勢力を拡大し始めた。ネストもこれに対抗し、合体兵士スペリオンを完成させる。そして年老いた兵士ジェットファイヤーはかろうじて生き残っていたジェットストームと融合し、セーフガードに転生。さらにさらに、全く新しい合体兵士パワーコアコンバイナーの開発に成功したのだ。トイウォーズはさらに激しさを増していくのであった。おもちゃたちの同盟軍は人間を攻撃したディセプティコンに勇敢に立ち向かい勝利を収めた。戦争はおもちゃたちの社会に大いなる混乱をもたらした。街は未だに多くの難民であふれかえり、戦火で家も財産も失ったおもちゃたちの心はすさみきり、わずかなエネルギーを求めて暴動が起きる毎日。突然で恐縮だが、今日のトイウォーズは2000年後から物語が始まる。ここは教会である。今日はミサですよ。恐竜惑星に出てたミサですよ。今日は2000年前に起こった大事件についてお話ししますよ。2000年前、おもちゃの大戦争が起こり、人々の心はすさみきっていました。そしてどうなったというのですか？落ち着きなさい。今話してあげるわよ。ワクワク。生きてる。こちらやめてちょうだい。これは3週間ぶりの食事なのよ。さあ、エネルゴン級を早くしなが近寄らないで。すぐ行くかよ。さあ、エネルゴン級を。かけ、俺に任せ。お前たち、ディセプティコンは我々ネストが逮捕する。リンチを続けるようならお前たちも逮捕するぞ。ネストだって？おい、オートボットもいるじゃねえか。あいつら、お前らの戦争に俺たち巻き込みやがって。お前らもディセプト同罪だ。なんだとおめえら、あのままディセプティコンの奴隷になりたかったっていうのかよ。むしろ俺たちに感謝してほしいぐらいだな。だとってめえ、こいつら少し痛い目を見ないとわからないようだな。よせ、スリングショット。二人とも落ち着いて、ここは穏便に済まそうじゃないか。彼らの言うことも一理あるかもしれない。気にするな、アイアンハイド。君のせいじゃないさ。おもちゃたちは復興に向けて全力を尽くしていた。助けてくれ。生存者を発見した。助けに行く、助ける、助けに行くぞ。助かった。お腹は空いてないかい？薬もあるぞ。 おい、あそこにも誰かが倒れているぞ。こいつはディセプティコンだぞ。ディセプティコンは永久戦犯だからな。これはオートボットに死なせなければ。ディセプティコンを発見した。逮捕しなきゃね。私が連れて行くから見張っていてくれ。え、いいのかい？ああ、任せてくれ。じゃあ頼んだよ。お前はショックウェーブか。ディセプティコンは一体どうなったんだ？ディセプティコンは戦争に負けて全員が戦犯者だ。生き残った者はダークマウントに集まって再起に備えている。ここは特設の医療施設だ。困りましたね。怪我人が多すぎます。とても追いつきませんよ。先生、もう一人怪我人が見つかりました。
神も仏もないと言うんですか。うんうん、そうそう、今医療違反で困ってるところでも俺産婦人科医だからさ、何もできねえ。うん、バイバイのぞみ。おいおい、早くしろよバーカ、しゃべろてめえはよ。皆さんもこの危機的状況を回避するには、そうなんだ、マトリックスが必要なのです。皆様も私についてきなさい、そうすれば救われるでしょう。そうなんだ、素晴らしいよ、救われるぜ。そうなんだ、そうなんだ、そうなんだ。この危機的状況を利用して沼田大作は次々と信者を増やしていたのだ。はい、そうなんだ。ところがである、その状況に苛立つものがあった。全くなんてこと残暑、信仰宗教なんかに信者どんどん取られて、あんた悔しくないのか。母ちゃん、うんこ。うんこ、私はあんた産むためにね、あんた、私お父さんとやってないのよ。それなのにあんた産むせいでお父さんとできなかったのよ。それなのにビッチ扱いされて、あんたのせいよ。そこんだけ嫌な思いして産んだんだから、ちゃんと救世主になりなさい。母ちゃん、うんこ。嘆かわしや、神様からお告げのあったあの日、私は救世主の母になると覚悟したのに。おかげで、言っとけどね、私お父さん以外の男知らないんだからね。うんこうんこうんこ、うんこうんこ、うるせえ、うるせえ。ちびって、なんだよあいつらよ。カトリックとかプロテスタントとかよくわかるんだよ俺よ。もうあいつらの方がうんこだよ。うんこうんこうんこ。だったらあんたが直接言って勝手に宗派増やすなって言えばいいでしょうが。母ちゃん、うぜえ、俺もううんこと一緒に家出する。お待ちなさい。よい子のみんな、こんにちは。僕の名前はフランキーだよ。今回からは質問コーナーが前回死んじゃったから、僕の新コーナー、僕の新コーナー、フランキー君と遊ぶの時間だよ。あれ、飼い猫お兄さんはどこかな。いや、フランキー君。あ、飼い猫お姉さん、こんにちは。いや、あいつ嬉しいよ、うん、今日はね、素敵なお友達が来てくれてるんだって。お、誰だい。巨人ファンの皆さん。わー、誰だって来たの。ジョビット君だよ。はじめまして。どっかで見たことあると思ったけど。はじめまして、ジョビット君、僕フランキーです。はじめまして、フランキー君、僕ジャビット君だよ。じゃあ、飼い猫お兄さんだよ。よろしく、飼い猫お兄さん。よろしく。そうだ、ジャビット君、今年は何かいいことあったかい。今年はね、わからないな、巨人も負けちゃったしね。あのさ、じゃあ台本通りにした。ごめんごめん、台本なんてないよ。で、何がいいことあったのかな。ちょっと始まったところ、質問コーナーが死んでるからないこと。トイボーズが始まったことと、トイボーズがまた再開したことか、トイボーズが再開したことと、質問コーナーが死んじゃったことかな。そうだったね。前回質問コーナー死んじゃったからね、もう質問コーナーに悩まされることもないんだよ。ところがである。逃げられると思うな。何これ。なんだ、どういうこと。僕の名前は倉庫だ。質問コーナーを始めよう。なんで倉庫だね。終わったはずなのに。逃げられると思うなよ。言わなくても分かっていると思うけど、質問コーナーではみんなからの質問を募集しているぞ。こうして家を飛び出したはいいものの、何もできないジーザスであった。何もできないよ。てかしょんべんしてよこんなよ。すると救われた。救われた。そうなんだ、学会最高。また最高。新しい信者連れてまいりました。そうなんだ、うわ、だっせ、超だっせ。うんこうんこしっこしょんべん、ああ一緒か、うんこうんこマジうんこだぜ。何を言う、私のそうなんだ学会がダサいというのか。
超ダセーよ、マジダセーよ、もうゲロ吐いちゃうぜ。うっこちんこしょんべんしっこちんかす、おい精神。なんだかよくわからないけどこっちの方が楽しそうじゃねえか。まったくもうその通りだ。その通りだ。おー、なんてこった。さすがは生まれながらの救世主ジーザスは人々を引きつけていた。くそー、勝てる気がしない。ところがね、ある数日後、おい、あんたを信じたけど言うことなんか一つもねえぞ。だからだから、横に出てる髪の毛に火つけてやりたいよね。ジーザス、ジーザス、うんこ、うんこ、うんこ。悪いのは全部イスラム。そうだ、イスラムムカつくから殺そうぜ。やったやった、イスラムなんか信じまえ。おお、その手があったか。イスラムを殺せばなんとかなるんだよ。イスラムを殺せ、イスラムを殺せ。イスラムうんこだぜ、うんこ。皆様、そいつに騙されてはいけません。ジーザスの宗教は他の宗教を殺す、とても恐ろしいやつです。そんなので平和になるはずがありません。私のところに行けば、お布施を払うだけで幸せになれるのです。みんな幸せになれる、そうなんだ、学会にいらっしゃい。ああ、それも一理あるな。ところがである、数日後、おい、金払ったけど幸せになんねんじゃねえか。どうしてくれんだよ、慰謝料要求するぜ。おい、石原さとみと付き合えるって聞いたのによ。どうなってんだよ、ふざけんじゃねえよ。チェーズ、やっぱ昔から俺の宗教の方が正しいんだ。やっぱ全くその通りだ。やっぱりあっち行こう。うんか、うんか、うんか。そうなんだ、そうなんだ、そうなんだ。しょんべん、しょんべん、しょんべん。ああ、そうなんだ、そうなんだ。こっちがいい。こっちがいい。あっちがいい。こっちがいい。おしっこ、おしっこ、おしっこ。そうなんだ、そうなんだ。こっちがいい。こっちがいい。あ、こっちがいい。あ、やっぱこっちだな。うんち、うんち、うんち。おしっこ、おしっこ、おしっこ。そうなんだ、そうなんだ。あれ？バーカ。3人の若者は疲れてしまった。どっちを信用すれば幸せになれるんだ。分かんないよ。いいか、こっちに来るんだ。いいえ、こっちだよ、こっちに来い。うるさいよ、黙れヒッピー。そっちこそ黙れよ。そこへ。ここは私のような真の救世主が必要だな。 あんたは。俺は救世主だ。お前、いいものをやる。やったー。こうして3人は幸せになった。なんてこった。やはりジーザスは神の子なんですね。ではジーザスの残したありがたいお言葉をつぶやきながら祈りましょう。はい、ラーメン。旦那がバッタラッタルルッタラレ、お隣のじっちゃんばっちゃん芋食ってへーふってパンツが破れて死んじゃった。ジージーは自殺で、バーバーは自殺、破れたパンツは水族館。ちゃ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 れちゃちゃちゃれれっちゃや。次、グリーングリーン行くよ。レレ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 って、それ違うわね。え、わかんねえ？わかんねえか。じゃあもう一丁。トゥル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 パラッチトゥ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 この世に生きる喜び、そして悲しみのこと。ヘイヘイ、グリーングリーンってか、俺の父ちゃん、母ちゃんとやってるのよく認知したろ。普通、神の子って言っても信じねえだろうっていうか、俺神の子かよ。俺の父ちゃんよく人の子許したなーって。投げな。まったくよ、投げんだよ、この野郎。なんだよこれ、無茶な歌詞だな。自分で歌っといてなんだけど。
グリーングリーンの前にやったら勝つ、わかったかな？わかんね？持ちすぎる？うるせえ！この辺で追っといてやるよ、この野郎！ふざけるね！何かじゃあ、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 じゃ